はい、どうも。今日は肩トレと、そして胸、そして今日は三頭のトレーニングをして、もうちょっと疲れているビレジェンドカギタニです。今日はですね、新製品こちら、じゃじゃーん、初恋のいちご風味でございます。もう入ってるね、この新製品の初恋のいちご風味なんですけれども、今日はこれをね、飲んでレビューしていきたいと思います。はい、ということで、マッチョ29シェイカーとお水を用意しました。では早速開けてみましょう。よし、後ろにね、こういう形でここからお切りくださいっていうこのラインがあるんでね、ここで切ります。よし、ちょっと開けてみます。ほんのりイチゴの香りがします。パウダー、中はね、白い粉です、いつも通り。はい、では早速やってみましょう。まずはですね、お水をですね、これ常温のお水なんですけどね、常温の方が溶けやすいです。常温のお水を 200cc 入れてですね、 200cc 入れてですね、そして、付属のスプーンでスプーン4杯、すり切り4杯なので、ざっくりね、こんな感じで、ちょっと適当にやりますが、2杯、はい、もうね、これ入れるとちょっとわかるかな、もうほんのりピンク色になってきてますね。いつも通りローリングシェイクからの、ローリングシェイクからのシェイクでですね、飲んでみたいなと思います。はい、これぐらいでいいでしょう。はい、ご覧ください、もうすっかりピンクでございます。あのビレジェンドのね、風邪やもほえもこんなピンク色になりますね。はい、では飲んでみましょう。その前にダマもね、蓋の方を見てもらったら、もうダマ全然、これあの泡ですね、ダマじゃなくて泡です。で、泡は少しだけありますね、わかるかな、なんか5ミリぐらいは泡ありますが、ほぼほぼないと言っていいでしょう。では実食。今回も美味しいです。これダマもね、全然ないですね。見てもらってわかるかな、泡が少し残ってますけど、ちょっとだけ1ミリぐらいのダマが1個あるかな、それだけです。はい、で味の方はあのね、もうこれ企画の段階でもあったんですが、あの一つアマオが入ってるんでね、あのイチゴのね、ブランドのアマオですが入ってるので、あのイチゴの中でも甘いんですよ、甘みがあって甘いんですが、飲んだ後にイメージとしては飲んだ時はいちごミルクっぽいんだけれども、飲み終わった後にあのいちごの粒々あるじゃないですか、白いプチプチってやつね、あれをなんかこうね、最後プチって噛んだような雰囲気が残るように、もう極端に甘みに寄せすぎず、かといってあんまり酸味酸っぱみに寄せちゃうとあのベリーみたいになっちゃうんでね、あの甘めのストロベリー感を保ちつつ、最後にこのあのプチッとしたのをピチッと噛むようなあのイメージを、あの多分ね、飲んでもらって飲み終わった後のこの口の感じでイメージつくんじゃないかなと思うんですが、だからそんな感じに設計した通りになってます。はい、ビレジェンドの新発売 WPC の初恋のいちご風味アマオ入ってるやつなんですが、のレビューでした。ぜひ皆さん、美味しいので飲んでみてください。それでは皆さんお試しください。さよなら。